的看板人物。如果说谁是大阪的代表性人物，你想到的一定和我一样，就是新斋桥上的孤立果仁逃跑先生。但是现在变了，大阪的代表性人物，大阪的名片，当然是今天的看板人物 Avangardi。今天轰动国际的 Avangardi， 其实他在2022年才正式成团出道。我今天这一身打扮呢，就是为了致敬他们的前身大阪府登美丘高校舞蹈部，在2017年参加了全日本高中舞蹈比赛，一炮而红，夺得亚军的全体复古造型。当时昭和风的造型还有魔性的舞步吸引了全日本注意，甚至除夕红白大赛都邀请了这群高中女生去表演。当时舞蹈社比赛的高中生远远不止现在的 Avangardi 只有17名成员，他们是从这个起点一步步走到今天的专业舞团。当年编的那支有人戏称高中女生大妈舞的人，就是现在 Avangardi 的制作人编舞家 Akane。Avangardi 唯一也是最主要的推手 Akane， 他就是登美丘高校舞蹈部的毕业生。他从这里毕业之后进到日本女子体育大学，还是学习舞蹈。大二那年，他就接受登美丘高校学妹的委托，替舞蹈社比赛作品编舞设计。他又担纲母校舞蹈社的教练，到疫情的前一年2019年才卸任。接下来 COVID 来了，这个世界绝大多数的人和事都停了下来。但是呢 ，Akane 是在2022年正式创立了 Avangardi 舞团。他一个人既是创办人，也是制作人，又是编舞人，他还自己拍摄，甚至自己剪接。今天我们看到的 Avangardi 可以说是他作为一个职人工匠亲手捏塑的成品。Avangardi 六月份要来台北演出了。其实从美国达人秀他们风靡了欧美和亚洲之后，已经到过包括了台湾、香港还有很多国家城市的街头表演。
这是他们从来没有公开过的练团室，让我们一起去看看。看见你们来过台湾两次啊，所以大家印象都很深。不过我自己很好奇的就是说，其实像你们到台湾、到香港、到美国去表演哦，它等于是一个不同文化的交流。所以你觉得到这些地方之后，这整个舞团带回来一些什么不一样的？まずそうですね。今、まあいろんな国に行かせてもらって、いろんな街で。パフォーマンスをさせてもらっていて、そう日本だけじゃなくて海外の皆さんにすごく私たちのダンスを見て楽しんでいただけてるような、まあ、反響がすごくあって驚いています。で、まあつい最近も高尾でフェスに参加させてもらったんですけど、その時も1万人以上の方がそのフェスに来た人たちが私たちのショーを見てすごく笑顔で楽しそうに一緒にまあ盛り上がってくれたのを見てすごく私たちも幸せな気持ちになりましたし、楽しいショーができたなっていうふうに思います。でまた、まあ、SNS なんかでもすごくいろんな方がそのショーの様子を見て反応してくださったりして、まあその海外でパフォーマンスさせてもらえていることにすごく感謝をしています。王彩华的 Birdy 今年初很少歌坛，还红到上 CNN。 短短一年半，王彩华从过去通告艺人的形象摇身一变。
すごく気さくな方で、私たちにもたくさん話しかけていただいたりして、すごく楽しく撮影できました。应该说呢，我非常的荣幸，而且呢是永远难忘的回忆。对，跟他们一起共舞这件事情呢，是让我觉得做梦也没想到的，而且他们都这么的优秀。年纪最大呢就21岁，最小19岁，都可以当我的女儿了，好可爱哦！他们，而且很有敬业精神，非常的优秀，相当有才华。撮影の時に目の前に屋台がたくさん並んでて、私も実際食べさせてもらったんですけど、すごく美味しくてとっても印象的でした。头一次见面，他们很有礼貌，就每一个人都一起跟我讲一句话，就是请多多关照。我就说好，阿里嘎多，也请你们多多帮忙。啊，我有公有日去苦的爱西马斯，那么阿里嘎多哥在马斯达，对我也跟他们说，那也麻烦你们，拜托你们了，谢谢你们这样子。然后在在一起演出的时候，那个原本是插头箱，我插头箱嘛，然后跑了3-4次，他们也好可爱哦，就跟着跑，然后做的那个表情都，很可爱，表情都让人家看了就很疗愈。对他们整个团体的表演，是让我觉得看了是整齐，然后表情一致，这是非常不容易。日本の曲といえば、私たちは普段よく日本の懐かしい曲だったり昔の曲で踊らせていただく機会が多いんですが、アメリカズ・ゴット・タレントで日本の文化であるアニメソング「アイドル」という曲でパフォーマンスをさせていただいたり、最近では「ブリング・バン・バン・ボーン」という曲でパフォーマンスをさせていただきました。そこで観客の皆さんと私たちで一緒に踊ったり歌ったりと一緒に盛り上がってとっても楽しかったので、これからはもっとみんなで盛り上がれるような日本のアニメソングで踊れたら嬉しいと思います。如果有机会可以在一起共舞的话呢，我们就来跳日本滨崎步的歌。我是台湾滨崎步嘛，不好意思，就跳我姐姐的歌。不是，她是妹妹啦。Avant-garde 之所以让我们印象深刻，除了那个没有表情的表情之外，还有很多细节。他们的手是怎么放，他们的脚是怎么样的一起移动，他们以一种非常奇特的空间组合，带给我们对于观赏舞蹈从来没有过的感受。因此，我们一定要亲自的访问一下 Avant-garde 的创办人，也是他现在一直的编舞家阿卡内，听听他怎么分享。当你第一次看 Avant-garde 的舞的时候，一定跟我的感觉一样，就是世界上会有这种舞，很特别，印象很深，感受很强。所以我想请问阿卡内哦，这个名师高徒，待会儿呢，我们就会请团员在这边为我们呢示范一下。我们看到这个手啊，还有脚的这个动作，跟我们一般想象的舞蹈，或是我们常看的这个舞蹈不太一样。你是我们讲手跟脚的动作好了，你是怎么想出来的？このような動きは実際に私の頭の中で浮かんだものをこうやってメンバーに踊ってもらって、それでなんかちょっと面白いなと思って、それを作品にしています。好，那所以我会好奇，你3岁开始学舞，你是不是那时候学舞的时候，你就是一个很多想法的小孩，然后都在你的脑子里。你一直学舞，你就会想，如果有一天你可以编舞了，你要把这些不一样的想法全部都跳出来。嗨，私は3歳からダンスを習っています。それで、まあいろいろなダンスのジャンルを経験したんですけど、でも。まあ、振り付けをするようになって、自分も見たことのないものを作って
自分自身が見たいものを作る、そういうようなことで振り付けをするときに唯一無二の作品ができるように、そう日々考えて作品を作っています。阿卡尼，这个群舞啊，有一个让我们觉得很好奇，她们十七个女孩子在这样一个快速甚至短拍的这个韵律里面，她们同时移动的这样的一个练习，它的最大难度在哪里？还有她们要怎么样的做到非常非常的熟练？这个中间应该有一些诀窍。振り付けするのには時間はかかる時もあるし、すぐにできる時もあるし、すごい1日かけてもワンツースリーフォーってフォーカウントしかできない時もありますが、でもまあその後振り付け完成した後に彼女たちは練習を毎日毎日、まあ1日10時間ぐらいするんですけど、それをそうやって練習してまあコミカルなダンスでもしっかりとシンクロして形が揃っていれば、なんか見る人たちが驚いたりするのかなと思って、だから練習を毎日みんなでやっています。やっぱりダンスを踊るときに、こう17人でダンスを作るときに、みんなが、ま、全員同じ揃ったダンスをすること以外にも、それぞれが違う動きをして立ち位置を変えて、この構成とフォーメーションを変えていくみたいなのを一つの作品の中でいろいろ取り入れるんですけれども、後ろをこう見ずにも立ち位置を移動したりとか、狭い空間の中でその立ち位置フォーメーションを入れ替えるみたいな作業を踊りながらやるっていうのはすごく難しいし、まあ危ないことなんですけど、お互い信頼しているので、毎日練習してお互いが信頼し合っているので、本番は事故なく踊ることができます。阿卡尼，还有一个，我在想，就日本的群舞表演里面，你带的这个 avant-garde 是不是唯一没有任何表情的？没有表情应该也是一种表情，你为什么会选择用这样的一个表演方式？有时候我在想，它会不会跟你是一个很酷的女生有关？就是可以让我们了解一下你编这样的舞，选择这样的一个表情的想法吗？まさに無表情のダンスもあれば、まあいろんなコミカルな表情をするっていうこともあるんですけど、その作品に合わせてとか音楽に合わせて表情を作っていて、無表情っていう表情のジャンルなんですね。これ無表情というの顔を作っているというか、無表情って言ってるけど表情なんですよこれ。そうだから、この楽曲とか自分が思い描く、そのなんだろうな、作品こんな風にしたいなっていうので、表情もこうやって作ってるんですけど、まあ無表情、そうだな、難しい無表情の方がちょっとインパクトがあるかなって思ったり、またまあそうですね、まあちょっと自分が作りたい雰囲気の中で、まあこういう表情の方が合うかなとか、このこういうファッションにはこういう表情が合うかなと思って、まあいろいろその曲とか作品によって表情を考えて作っています。私がなんかなんで無表情で作ったかとか、なんでこんなダンス作ったとか、なんでこんな服着てるのかとかも全部思いついたからやってるって感じなので、なんか理由って言われたらなんかちょっと難しいなって感じなんですけど、まあ、こういう表情しても、まあ、ユニークかなみたいな。でこれも口を開けてはいけないんですね、ルールとしてだけどあんなに激しいダンスをして口開いちゃいますよね普通は。だけどそれを閉じて踊る練習もしています。好，我们
们看板人物来到日本大阪，我们终于见到了 Avant-Garde 本尊。但是平常啊，因为我们都是在网络上看到他们跳舞啊，然后很开心啊，但是他们都不会讲话，也没有唱歌，所以我们现在终于有机会来跟他们聊聊天，好开心遇到你们。名前は Avant-Garde の長野とセイラとゾノです。よろしくお願いします。好，他们都是加入两年的。非常年轻的团员，现在都还是大学生，所以我们先好奇一下，他们平常因为都穿得很像，但是平常喜好是什么呢？平常喜欢吃什么？去哪里逛街？好きな食べ物は納豆です。哦，我也是。好きな食べ物は小籠包です。哦，我有看过你小 IG 上面吃小笼包。啊，吃，啊吃啊吃啊吃，啊吃，啊吐。好きな食べ物はタピオカです。Bubble milk。Yeah。哦，都是台湾的东西。他们短时间来台湾，就是一次来拍 Bobby， 然后一次又去大港开唱，所以他们吃了很多台湾美食。刚刚也说了，他们对夜市印象非常的深刻。吃了什么？シューマイ。シューマイ。肉吗？ダージーパイ。黒ごまのおまんじゅう。这样去台湾一次有变胖吗？とっても太って帰りました。真的、哦，那六月来会再胖五公斤哦。好，他们真的很可爱。可是因为这个团体呢很特别，因为他们都穿高中女生的制服，然后头发都留一样的。但是刚刚也看到他们跳舞的时候非常的剧烈，但我们还是想问啊，就是如何保持头发都不会乱，这个秘密是什么？秘訣は企業秘密です。我很好奇，加入这个舞团有没有什么样的条件？长得很可爱啊，身高要差不多啊，还是说就是个性要非常的有趣？みんな表現力はめっちゃあるので、いろんな表現ができる人が集まっております。那面试的时候会这样考吗？日常が特別なテストでございます。表情のオーディションがあったりして、それぞれ。面白いパートを担当したりしています。六月到台湾的表演有没有什么，除了刚刚跳的姐姐，还有没有什么可以跟大家透露 的内容？一点点就好了。たくさんあります。新しい作品とかいっぱいみんなで練習してるので、お楽しみに。跟三位女孩聊天，虽然语言不相通，但是透过她们开朗的笑容以及国际通用的肢体语言，还是可以顺利沟通的。不过这次来到大阪，当然不只看到平常社群媒体的她们。才刚在大阪长居足球场表演完 Avant-Garde 的17个女孩们，全部换上便服。不过招牌的妹妹头还是可以一眼就被路人认出来。十七位女孩们的交通移动可是大工程，在大阪市区内从足球场要回到练团室，全靠计程车移动。好，我们现在来到的是 Avant-Garde 的另外一个练团室，因为他们呢有一点像游牧民族，要到处练团。但是现在看到的是私下的他们，带你一起来看。哦，他们正在练舞。好，我们去找 Nagano san。Nagano san现在是平常的状态。好难得，好难得，这群在网络上顶着相同发型、穿着制服像十七胞胎的女孩们，独家在看板人物公开私底下的模样。
这个就是平常头发正常的他们。那我们有一些好奇的地方，比如说，我们很想知道说，哎，他们练习的时候也要穿着制服吗？スカートの広がりとか、こうスカートを持つダンスを一緒に揃えるためにちゃんと制服を着て練習してます。还有一个好奇就是袜子，来给大家看你们的袜子。滑らないようにこう穴を開けて。滑り止めです。他们是不是还有穿那个护膝？サポーターをつけてるメンバーもいますね。はい。もしくはこれだけ。はい。ちょっとお膝を守ってます。那我一直看到他们穿这件裤子，有没有什么特别的意义？因为花花的裤子大家都有。はい。私たちのボスのあかねさんが作られたズボンで、はい。メンバーでお揃いに。哦，这也是制服的一种。那我好好奇，因为刚刚看那个一个人一直在练，他是在想新的舞步。そうですね。ワンマンライブで。私がちょっと一人で踊らせていただくところがあるので、そちらを頑張って作ってます。刚刚 Solo さん是不是在练习 Two and One 的歌？那是我们可以期待的吗？韩国的歌，他们刚刚在练习。韩国の Two and One さんの I Am the Best っていう曲を踊ります。那我们在台湾看得到吗？それはちょっとわからないです。大丈夫大丈夫，いろいろ考えて。好，今天很开心看到你们。よろしくお願いします。お願いします。谢谢。阿卡内，你带着全团哦，2023年到美国去参加这达人秀，你当初怎么会有这个想法？私たちがもともと SNS でそういう動画をダンスの動画をアップしていたら。そのプロデューサーが何この面白いグループっていうことで